俺もいい加減こんな約束忘れちまった方がいいのかな。ごめん急いでたから。私嫌いなのよ、過ぎたことぐちぐち言う男って。こんな凶暴でムカつく女は初めてだ。もう嫌だ、こんな血生臭い世界。誰かと約束したんでしょ、たとえそれが10年も前の子供の約束だとしても、その人にとっては大切かもしれないよ。この偽物の恋が俺を10年前の約束へと導いていくことになるのだが、俺はまだ知る由もない。偽恋、1月より放送スタート。